田舎の堤防夕暮れ時にぼんやりベンチに座るのか散歩するのもいいけれど寄り添う人が欲しいものあの子がいれば僕だって寂しい気持ちにはならないさ周りの暗さは僕たちのためあの子が来るのを待っている夕暮れ時は寂しそうとても一人じゃいられない夕焼け雲さん伝えてくれよあの子のお部屋の窓際へ虫に刺されるのは嫌だけど紹介しましょうか、はい、見るからに王餃子って感じだし王餃子王餃子紹介しましょう、はい餃子の専門店餃子屋本店の総料理長でいらっしゃいます山本充さんですよろしくお願いします山本さん全然僕と帽子が違うじゃないですか。この帽子を今ちょっとこれってください。これ今のあのすいません質問してよろしいでしょうか。どうぞ。ね、はい、今のは茹でとくんですか。おつゆに入れる前に。いや、私ちょっと分かんないんですよ。全然聞いてないじゃないですか。大きすぎますこれ。ダメ、買い物はやっぱり大きいですね。今質問しておりますので。はい、では改めて。はい。あの、はい、今のお吸い物に入れるか、はい、お吸い物はお吸い物で出汁取っとくでしょ、はい、そうです。そして、はい、あの身は茹でてから入れるんです、はい、今日はですねあの生のまま使っております、ね、あそうです、下茹でしないで、おつゆの中へ直に入れちゃうわけですあの皮で包んで、はい、あの別にお湯で湯がきまして、でお吸い物の方に入れるという形です。じゃあ師匠、はい、師匠、はい、今ここで、はい、スッと作ってみましょう、はい、スッ1回しかやりませんから、はい、いいですか、よく見ててください、いいですね、はい、よろしいですか、はい、よろしいですね、はい、ちょっと待ってください、はい、あ、すごい、これが、これが包丁、すごい、包丁、ね、あの包丁、ね、あらー、意外とおしゃれなもんですね、いやいや、そうですか、じゃあ早速お願いいたします、はい、じゃあ材料から、はい、まずですね、はい、しらすですね、しらす、はい、それから、干し椎茸、はい、それと白菜、はい、それと今日つなぎにですね、豆腐を使っております。お豆腐、はい、よくあの餃子と言いますと、はい、ひき肉をベースにキャベツとか白菜とかニンニクと、でまあこってりしたものなんですけども、はい、今日はあくまで和風ということで、あっさり仕上げますので、あのお肉の代わりに豆腐を使ってやっております。これは20枚分に作ってない、そうですね、はい、はい、でまずあのしらすなんですけれども、あのものによってあの塩分のかなりきついものがございますので、はい、その場合はさっとあのお湯を通していただいて、ある程度塩分を抜いてください、はい、で干し椎茸と白菜はこのようにみじん切りにしておきます、はい、そうしましたら、お豆腐ですね、これはあの、まあ、木綿でも絹でも結構でございます。であの裏ごしとかそういうところまでしなくて結構ですから、このままあの軽く潰していただいて、はい、これ水切りとかしておく必要あるんですか。軽くできれば水だけ切っていただければ仕事しやすいかと思います。でここにですね材料、しらすですね、はい、しらすは丸ごと、え、丸ごとです、いいですよね、はい、はい、しらす 25g 20個分です、はい、それからしいたけ、みじん切り 15g、はいはい、で白菜ですね、これもあの生のままで結構です、みじん切り 100g ですね、はい、でこちらをですね、あのちょっと手を使わせていただきますけれども、よく混ぜ合わせます、はい、お豆腐4分の1丁、はい、そうですね、まあ、お豆腐があのお肉の代わりで材料のつなぎになるわけですね。もう本当の和風ですね。ねえ、うん、もうあんまり手際がいいんだね、見とれてしまいましたよ、ね、それであの今日これしらすを使ってますので、はい、まあ、塩分多少持ってますから、あの調味料は入れてございません、はい、このままで結構です、はい、しらすの塩気、はい、しらすの塩気だけです。これをどうするんですか。これを今度皮で包むんですけれども、いよいよ包む、はい、いいですか、見ててくださいよ、まあ、市販の皮ですね、それね、そうですね、我々使うんですけど、はい、コツはあるんですか、なんか皮、皮ですね、できればですね、最初にちょっとこう叩いていただく、そうしますとあの皮の中のですね、グルテン、これが活性化されます、ね、叩くでまあ美味しくなりますし、あの包みやすくなります、ちょっと叩いてみてください、はい、なんか聞いてる人そうしましたらですね、具をです中央に乗せていただきます。で今日はあのお吸い物に仕立てましたので、できればあの一口で食べれる方がいいと思います。でまずこれを半月状にこのようにねしていただきます、はい、そうしましたらですね、
この端と端ございますよね。で片方をちょっと水で濡らしてください。でこれをこのように合わせるだけ、こういう形になります。もう一回やりますか。そうですね、これね、具を、ね、入れすぎてしまうんです。そうだね、入れすぎてしまいますとね。よく子供たちなんか手伝わさせてやるじゃない。そうするとさ、自分で包んだのはこれなんだよなんて出来上がってからね、崩れたやつを食べなさいね。じゃあ端と端を、はい、どうぞ。じゃあ私もじゃあちょっと一回やらせていただきます。皮でございます。先生聞きましたね。この手の音の聞き方がいいんですか。でこの中央にこうちょっとこう入れます、はい、でこれをこう丸めて、で、まあ、こう押すだけでよろしいということですね、半月状、半月状に押す、はい、そしてこれからこれを、はい、そうですね、こちらが濡らさなくていいんですか。ここがなんか開いてますよね、上が一つ開いてます、開いてます。この皮と具の際のところですね、これを軽くこう押さえていただきますと、スムーで付きますので、そうしましたら、こちら側ちょっとずらしていただいて、こちらの上に、このこちら側の上ですね、これを乗せるような形ですね。こうやって、なるほど。さっきグルテンとおっしゃいましたよね、はい、グルテンっていうのは、はい、小麦粉の中に入っておりますけれども、粉の成分になっております。活性化するというのそうですね。これで次どうなんでしょう、これが。はい、これをですね、あと磨くんですけれども、はい、必ずですね、水餃子の場合、沸騰しているお湯の中に、はい、沸騰してるよ、入れます、はい、それでここでですね、お湯の量が少なかったり、また逆にこの餃子の量が多すぎたりということになりますと、舌で焦げついたり、またこの茹で汁が、餃子の皮には片栗粉ついてますので、茹で汁がもうドロドロになってきますのでね、ですからたっぷりのお湯にちょっと少なめの餃子で磨いてください。で今日の場合、中身の方、まあ、生のものは白菜だけですので、せいぜい1、2分磨いていただければいいと思います。1、2分でいいのか、はい、です。で中に例えばひき肉を使ったりとか、そういった生の材料を使っている場合で、大体3、4分磨いていただければいいす。すいません、その端をこうして止めるのは、はいはい、その揺れた時に、はい、中の分がバラバラにならないように。それもありますね。なるほど、はいはい、もう浮き上がってきたから、もう大丈夫ですね。もう大体通ってると思います。通ってると思う、はい、でまあ、一応こちらにですね、はい、あ、できたのがある、入れたのございます。あれは簡単でいいですね。そうしましたら、こちらですね、まあ、こういう形になりますので、おいしそう、ご飯の方に入れていただきます。2つしか入れない、あ、3つ入れました。はい、こちら入れますね。だって問題のさ、はい、スープのお味ですよね。スープのですね。これはよくあります和風のお吸い物のお味で結構でございます。そうですか。はい、自分のところなんか入れちゃってね。普通のお吸い物の感覚で結構です。はい。はい、これでも出来上がりですか。それでまあこの器の上にちょっと置いていただければ、はい、置いていただけますか。はい。まず今日はお水にお醤油大さじ1、塩大さじ2分の1、お酒と本だしも使います。できたて、はい。ちょっと三つ葉がこうあしらったちょっと和風の感じで、ね、あれも白酢の感じたまりませんね。そうですか、熱々の、シラスのカルシウムっていうのがですね、椎茸に含まれてますビタミン D によって、すごく吸収されやすい形になりますので、一緒に取りやすくございます。うーん、はい、勉強になりますね。はい、じゃあよろしく、感想は何かないですか。喋ってください。これが脳卒中予防なの、先生、じゃあ早速作りたいと思います。はい、こちらの方がですね、材料が、アサリですね、それからタケノコ、それと、お豆腐、これは先ほどと同じお豆腐です、油揚げ、それから餃子の皮となっております。で作り方の方ですけれども、アサリはできれば殻付きのアサリを、買い求めいただいて、まあ、酒蒸しにしていただいて身を出すと、まあ、それが面倒な方は缶詰のむきアサリ、はい、5人分で 80g です、はい。でまあ、どちらの場合もですね、その蒸し汁と汁がありますよね、そう、汁の方はお味噌汁の方に入れてください。
いい味が出ますね。はい、それからあとタケノコですね、はい、タケノコはこれみじん切りにいたします、はい、80g をみじん切り、はい、であまりあの細かくしすぎないようにしてください。ある程度歯ごたえを残した方が美味しいかと思います。いい音ですね。いい音ですね。重みのあるいい音ですね。こっからですよ。うまいもんですね。よく切れるのよね。素晴らしいですね。ちょっと大きめの重いですね。そうですね、大きめのみじん切りにします、はい、それと油揚げですけれども、まあ、このようにですね細かく切っていただきますけれども、はい、今日はあの、油抜きしてございません。あの他の材料がですねかなりあのあっさりしておりますので、はい、油抜きしないでこのまま今日入れてます、はい、まあっさりした方がいいという方は油抜きしていただいて結構です。3分の1枚です。あ、1枚です、ね、あ、1枚です、ね、枚です、ね、失礼しました、ね、お豆腐が3分の1、はい、油揚げ1枚です。そうですね、失礼しました、はい、それでですね、何言ってるんですか。怒られてしまいました。作り方としましては、はい、先ほどと一緒ですね、はい、それであのまずお豆腐があります。でここに先ほどあの調味料何も入れませんでしたけれども、あの先ほど幸せの塩分があるということで調味料入れなかったですね、でここではですねちょっとあの調味料足していただきます。お塩を、まあ、小さじ4分の1ぐらいですね、はい、少々ですね。それから風味出しに、ごま油、こちらを小さじで1杯、はい、ごま油、はい、入れます。あの調味料これだけで結構です。はい、これだけです、はい、でここにですねあのこの材料全部入れます、はい、まずあさり、それからタケノコですね、はい、それと油揚げ、油、はい、でこれであの豆腐でまあつなぐような形でよく混ぜていただきます。うん、こういう具を餃子に入れるっていうのはちょっと考えつかないですよね。ですね、ですからもうお肉を使わなきゃ餃子じゃないということはもうそういう考え捨てていただいて、もっとあの柔らかく考えていただいて、いいと思います。でこちらをやっぱりそれ、はい、そうですね。あの中央に言い方ですけど中央に具を乗せていただいて、これの場合、まあ、あの真ん中に全部皮を寄せてきていただきます。でもうここでキュッとつまむだけ、はい、あの簡単な包み方ばかりで今日やりますのでこういう形になります。であの水餃子ですので、あの茹でてる時にあのお湯の中でバラバラになっちゃうと困りますので、ね、きっちり口は閉じてやってください。はい、はい、こういう形ですね、はい、そうすると、はい、それを湯がき方はですね先ほどの餃子と一緒であの沸騰しているお湯にこれを入れていただきます、はい、で具の方はまた全部火の通っている材料ですのでせいぜい2分も湯でいただければ結構だと思います、はいはい、ほんの 1,2 分でいいですね、うん、またパッと美味しいところ、うん、先生それあの茹でるときね、はいはい、味噌汁の中で直接茹でちゃいけないんですか。あのそうしますとですね、はい、あのまあ、少量の場合はいいんですけれども、はい、先ほども言いましたけど餃子の皮にあの片栗がついてますので、うん、あの変にとろみがついてしまったりとか、あとからかける、別に湯がいていただいて、あの味噌汁はかけていただくという方がよろしいかと思います。これが脳卒中の予防になるというところが嬉しいじゃないですか。美味しいね。美味しい、とっても美味しいですよ。薬飲みよっぽどいいじゃありませんか。ね、ね、いいことやってくれますね。薬を飲むよりよっぽどいいじゃないかね。作り方もいいですか。あ、いえ、今あ出来上がります。茹で上がったようですけれども、はい、はい、これね、我々だけじゃなくてね、ちょっとじゃあ代表でね、はい、スタジオのお嬢さんにもちょっと食べていただこう。あと味噌汁の汁に、そうですね、お味噌汁を入れていただきます。この他に具の方はお好みで入れていただくとおすすめ。じゃあ早速作り方いきましょう。たくさん紹介して先生お願いします、はい、これもですね、あの作り方は至って簡単でございます。まずわかめの方ですけれども、あのよく塩抜きをしていただいて、あの適当にあのざく切りに切っていただきます。これもですね、あの作り方は至って簡単でございます。まずわかめの方ですけれども、あのよく塩抜きをしていただいて、あの適当にあのざく切りに切っていただきます。それから人参の方ですけど、これはあの今日はすりおろしでございます。で栄養分逃したくないということで皮付きのままよく洗っていただいてすりおろしてあります。皮付きの、はい、で具の方なんですけども、ただこの2つを混ぜるだけです、はい、
わかめと、ね、でこちらを、ま、混ぜ合わせていただいて、これが餃子の具になります。だけどこうやって手元見てるとさ、先生の蹴ったらほんと美味しそうに見えますね。とても美味しそう。ほんと見てるとうまい具合にこうね。料理は手でやるのが一番いいね。そうですね。箸なんか使っちゃいけない。なるほどね。先生、叩かなくていいんですか？はい。はい。ほんと美味しそう。量も難しいね。量が難しい。ふくよかな大きな手でね、そうね、ちっちゃくちょっとうまく器用に作るんですよね。これはですね、はい、ただこのように半月に折っていただくか、あるいはここでちょっと寄せて、このような形ですね。これから先生あるんですか、はい、季節なら、こういう雰囲気でね、出てくるとランプの映像。よろしくお願いしますね。今日はいろんな和風の食材を使いましてね、その良さを包み込んで、そのまま栄養をとっていただく、師匠が言ってくれました。あのわかめに、ただ薬飲むよりね、わかめに含まれてますですね、あの葉土、はい、これがあの新陳代謝を活発にします、それとあのわかめのぬめりがございますね、あれがあのコレステロール値を下げまして、高血圧の予防ですね、これに非常に効果的に効くということです。しかしまあ調理長、さすがお医者様ぐらいのそうですよ、そうですよね、やっぱりね、大したもんですね、もうはい、そうしましたら、まあ、この餃子ですね、はい、茹で方は先ほどと全く一緒です、はい、沸いてるところに、まあ、入れていただいて、はい、まあ、1、2分湯がいていただくと、はいはい、そうしましたら、こちらに、湯がいた餃子がございます。まあ、茹で上がりますとこのような色が出てきますのでね、はい、赤と緑が、氷に浮かしてとかいいですね。はい、そうですね。なんとも言えず、これからの季節ね。今日こういった氷水を用意していただきまして、完全に冷やします。はい、あんまりでも普通見ませんね。涼しげな餃子ってあんまり見たことない。餃子から比較的さ、汗かきながら見たんですけど、これなんか涼やかな感じ。でもさ、冷やし中華っていうのあるんだから、冷やし餃子があってもいいじゃん。そうですね。ね、だから酢味噌でいただくわけですね。そうですね。今日はあっさりと酢味噌で。の大きさでね。じゃあ先生、お願いします。こちらはですね、鶏のひき肉、これを使ってございます。鶏のひき肉にですね、里芋、これは蒸すか茹でるかして、潰していただきます。緑としてます。この2つですね、これをよく混ぜ合わせます。ここにあの調味料、はい、お醤油とごま油、はい、さじ1杯ずつですね、はい、入れてください。4人分で里芋 100g、 若鶏の群れひき肉 100g、 はい、そうですね。で醤油、ごま油、それぞれ小さじ1です、はい、でよく混ぜ合わさりましたら、ここに桜えび、はい、はい、15g、はい、それと、大葉刻んだものですね、はい、15枚を、はい、大葉たっぷり入る、たっぷり入りますね、はい、でも大葉の香りとかあれってすごく爽やかね。そうなんですね。だから大葉のカロチンがですね、胃粘膜を刺激して強くしますね、まあ、胃がんとかに、そうですね、はい、そうですね。でこのように具が出来上がります。そうしましたらこれを包みますが、これはよく普通の餃子の包み方がございますよね、あれでちょっと包んでみたいと思います。はい、中央に具を乗せます、はい、そうしましたら左手に持っていただいて、人差し指と親指、これでこのように包んでいきます。そうですね、うまいな、これが難しいんだよ、こういう形になります。でこれが難しいという方ですね、見事ですよ、これちょっとカメラさん、これ映んない、この形の良さ、綺麗、綺麗ですね、入れ歯みたい、綺麗な花みたいな、綺麗な簡単にやる場合ですね、ここまで一緒です。で両側をちょっと押さえて、よく揃って、そうしましたら上の皮、これを上からこう押し付けて、これだったらすぐできると思いますね。で焼き上がりの場合はこちらが上ですから、どうに言ってるかは見えませんので、この形でやっていただいてよろしいかと思います。はい、
それで早速ですね、この焼き方の方に入ります。で家庭でやる場合、こういったテフロンのフライパンが多いかと思います。で最初に30秒ぐらいフライパンちょっと温めてください。でここに餃子を並べます。はい、油引かない。ここ油ね、引かない方がかえってやりやすい。で必ず間隔を空けて、餃子の間隔を空けて並べてください。はい、これテフロンってくっつかないんですか？くっつかない。そうですね、はい、ちょっとお水滑っちゃいますね。はい、でここでですね、お水を大体 100cc ほど入れていただきます。ずいぶんいっぱいお水が、はい、これ全部煮切るわけじゃございませんので 100cc ぐらいたっぷり入れていただいて、それで蓋をしていただきまして、はい、この状態で約3分間蒸し煮にします。はい、あ、蒸し煮にする、はい。で蒸し煮にした状態が今ここに出ておりますけど、まだこの茹で汁残っておりますよね。はい、でこれを最後まで焼き切ってしまいますと、この中に片栗粉、茹で汁の中に含まれてますので、それが最後に焦げて焼き上がりが汚くなります。ですからこの状態までいきましたら、このお水捨ててしまいます。はい、これがきれいに焼くコツですね。そうしましたら、これから焼きに入りますけれども、はい、油を数滴垂らしていただきます。あんまりたくさんいりませんでしたね。でこの状態でだいたい1分から1分半焼き色をつけていきます。はい、でこれがもう焼き上がった状態ですね。で1分半ほど焼きまして火を止めます。でそこですぐ取ってしまうんではなくて、火を止めてから30秒ぐらいそのまま置いてください。これ余熱焼きと言いますけども、それをすることによって餃子の底の部分、これがパリッとしてきます。なるほどね。あ、そうやって置くんですか？そうですね。逆に置いてた、うちは。まあ、綺麗な焼き色を見せるってことですね。焼け目が上に出ますよね。そうですね、焼け目を上に出すんだ、こうやって、ね、そうですね。なるほどね。ほいでね、はい、主婦に聞いたんですよ。どんな悩みあります？餃子作るときっつったら出てきたわ。あ、はい、フライパンにくっついた皮が破れる、中身が硬くなる、水っぽく焼き上がりカリッとしない、皮が崩れて具が出る、焼く火加減がわからないという方は、今の先生のやり方をそのまま真似してください。はい、ではちょっとお知らせ。今皆さんにお配りしてるのこれ、まあ、いったな、これは。まあ、とりあえず、じゃあ私も一ついただきましょう。はい、どうぞ。お呼ばれして。はい。あ、これ大根。あ、ありました。はい。これがなんとも言えずいいじゃないですか。これね、そら豆を入れてます。こう餃子の真ん中に茹でたそら豆をね、ちょっとこう挟むように乗せて。綺麗ですね。かぼちゃの餃子。かぼちゃ餃子。腹面白い。うん。あんまりかぼちゃが入ってる。かぼちゃだけですか、これ。かぼちゃとね、そら豆。かぼちゃとそら豆だと何か入ってますか？何か入ってますよ。何でしょう。何だろう。かぼちゃの味がね、強いからわかんないね。そら豆じゃなくて、なんか他の豆も入ってますよ。エンド豆、これはですね、枝豆、そら豆のビタミン B1 とかぼちゃのカロチン。おすすめの調理法は揚げる。油でカロチンの吸収が良くなります。ということは何を強化する？カロチン。かぼちゃといえば B1 とカロチンといえば低血圧、肝臓、免疫力を強化、免疫力を強く高める。何の、はい、それじゃあかぼちゃの方はですね、はい、して柔らかくしていただいて、このように潰します。はい、でここにお味噌ですね、お味噌を練り込んでいただいて、このように混ぜてあります。それとあとそら豆の方、このように丸のままのものと、あと刻んでこの中に混ぜてあります。あ、そうですか。はい、でこちらをですね、早速包みますが、そうですね、そら豆をまず1個入れていただいて、はい、はい、中にも入れてございます。で先ほどの包み方ですね、こういう包み方をしまして、
でこれの場合ですね、この餃子の端と端、こちらをちょっとこのようにつけていただきます。はい、そうするとまあこのように丸くなりますね。はい、包んだのありますか。これ免疫力を強化するということは、はいあはいはい、具体的にはがん、風邪も、そうね。それでこれ170度ぐらいですかね、はい、の油から入れていただきます。体全般にいいんでしょ。だからそうですね、これもあの中に火の通ってるものですから、皮の方がきつね色に上がってくればだいたい時間にして 1,2 分かと思います。それでも結構でございます、はい、それでまあ上がったものにですね、丸いところにそら豆をちょっと添えていただくという時にもとても綺麗になります。見た目はいいですよね、はい、じゃあちょっとお知らせ。今日は栄養を積んだ和風餃子、さあ見てください。おお、ねえ、蒸し餃子。実はこの中身はネギとリュカリです。明太子だね。ビタミン B1 とビタミン E、 そして蒸し、どんな人は絶対はい、これを食べると予防になります。さあ、ネギと明太子で何を予防しよう。しかも水煮にするとビタミンの損失が大きいですが、これは蒸しますから何度予防でしょう。はい、糖尿病、風邪にいい、はい、糖尿病、風邪、え、低血圧、どうですか、お味の方は。明太子の餃子、ちょっと風邪とか血管冷え性、はい、ネギついてるね、老化予防、老化、何もつけなくてもいい。では作り方を覚えててくださいよ、先生。はい、まず明太子ですけども、ほぐしておいていただきます。それとあとネギのみじん切りですね。よくネギをですね、このように拳から切りまして、みじん切りするときにこう叩く方がいらっしゃいます。これやりますとネギの嫌な臭みが出てきますし、痛みも早くなります。それ必ずみじん切りの場合ですね、繊維に沿ってこのように、切り込みをまず入れていただきまして、それから、拳から切る。そうしますと後で叩く必要ございませんので、ね、まあ、切ったものはこれでございます。はい、4人分でネギ1本です。はい、みじん切りができるようになる、ね、それで材料の方、これも混ぜ合わせるだけでございます。はい、明太子100g、はい、それからネギのみじん切りですね。はい、そこに、刻みのりですね、少々、はいはい、それからごまですね、ごまも少々、はい、これをよく混ぜ合わせていただきます。それで調味料ですね、ごま油と、はい、旨味調味料を少し、はい、はい、旨味調味料とごま油、はい、それぞれ少々、はい、こちらをよく混ぜ合わせていただいて、包みます。でこれ今日は蒸し餃子にしますので、蒸し餃子の場合ですね、その形ですとか色合いがそのまま出てきますので、色具合とか形をちょっと考えてやっていただくといいと思います。今日はこのように三角形ですね、もう皮をこう寄せるだけでございます。でここをちょっとしっかり押さえていただくと、という形ですね。はい、はい、明太子の餃子、はい、明太子のことね。で明太子のですね、塩分がきついような場合はお豆腐を少し入れていただくとよろしいかと思います。はい、はい、はい、こちらは今なんか湯気のね、はい、これは湯気が上がってますけれども、中も入ってない、これはこれから入れます。これから蒸すんです。で蒸すんですけれども、例えばこのせいろに直接餃子を置く場合、そこがくっつきます。必ず油を薄く塗ってください。それから白菜ですとかキャベツの葉っぱございます、あれを下に置いてその上に白菜とキャベツやるみたいな。でこのような状態で、大体5、6分ですね、蒸していただければよろしいと思います。はい、はい、
この明太子はからし明太子ですか、はい、そうですね。だから何もつけなくてもうまいよ。ええ、そうですね。醤油をつけない方がおいしい、特にお酢はつけない。それで蒸し上がった状態がこちらですね。なるほど。しかしまあもういくらでもあります、アイデア次第で。そうですね、一つが小さいから、はい、なんか好きな分量とかいろんな種類とか楽しめていいですよね。そういうことですよね。餃子っていうとさ、臭いとかさ、ニラとかってそういうイメージがあるじゃないですか。な、全然ない、全然違うんですね。ぜひお試しください。先生、今日はどうもありがとうございました。明日です。とうとう我々はあえて挑戦します。Wow.